皆さんどうもこんにちは。そろそろ髪を切ろうかと思ってるけど美容室が苦手でいつまでも行けてない。コミュ障実況者ウプ主のミーです。やっほー、毎度おなじみ霊夢ちゃんよ。ウプ主に少し私のコミュ力を分けてあげたいわ。分けてくれ。同じくおなじみマリサだぜ。みんなは美容室とか平気で行くけど私からしたらマジですごいわ。子供の頃とかどうしてたんだ。自分からなんて絶対に話さない人見知りな子供でしたよ。人間そうそう変わるもんじゃないってことね。ということで今回も楽しくマリオメーカー2を実況していきましょう。鬼畜コースと噂のヒカキンさんのコースです。え、そうなのか。クリア率見たら 1% だったわよ。 1%。 うわ、これはすごい。どこをどう進んでいいのかわからないわ。敵の多さが尋常じゃねえ。やばいやばい、後ろからテレサが。ひぃー、悪夢のサンドイッチだぜ。ちょっとこれどうやってこの先に進んだらいいんだ。もしかしてさっきの鈴をゲットして猫マリオにならないと進めないんじゃ。こいつ猫になってマグマを泳げるからって調子に乗ってるよな。猫マリオにならない限りはここを突破できないわよ。鈴そのまま壁を登れー。よっしゃー、第一関門突破。なんか今変なの飛んできたわね。クッパこの野郎。本当に猫クッパって害悪ね。害悪。猫クッパ、これはこのコースの最大の敵になりそうな予感がするよ。マグマを泳げて神出鬼没な動きをするって回避が難しすぎるぜ。あのね、猫マリオ今作で初めて使うからいまいち操作が分かってない。そうだったのね。これは何度もやって慣れるしかねえな。練習あるのに、行くぞ。ここから先どうやって行こうかしら。上から行けないってことは。下からじゃあ。おお、そんな動きができるのか。こんなこともできますよ。マグマダイブは禁止だ。あの斜めダイブをうまく成功させて壁を登ってここを越えなくちゃいけないのね。そう。よし、うまく壁に捕まった。ここからは道の領域だぜ。覚悟して進まねえとな。猫マリオってドッスンの上にも乗れちゃうのね。こりゃ便利だ便利だ。やばい、ここで猫マリオが溶けちゃった。大丈夫大丈夫、スイッと抜けちゃえば関係ないって。マリオ、クリアさせるか。お前は邪魔することしかやることがないのか。はい、素直。この猫クッパはこういう感じで出てくるからなかなかスターに当たらないんだよね。卑怯者よ卑怯者。あ、ようやく当たった。おいおい、のんびりしてたらスターが終わっちまったぜ。この先ノーダメージで進まないといけないけど。僕がここで力尽きたらこの先はお願いね。人任せ。やったー、なんとか無傷でゴールした。確かにこの難易度、クリア率 1% はうなずけるわ。害悪猫クッパの受ける数を一体に制限しません。相当嫌だったんだぜ。続いては世界の20秒スピードランです。ちょっと疲れたからのんびり行きましょう。スピードランだよ。さあ己の勘に任せて突っ走ろう。こいつの勘ほど当てにならねえものはねえ。スピランは呼吸と同じ、意識せず感覚で進め。よ、日本一。自然にパーッと走り抜けましょう。時にはこういうことも。何が呼吸と同じだ。まあ最初だからね、最初だから。そうそう、誰でも最初は失敗するものよ。人は失敗することで強くなる。さっきから名言っぽく言いやがって。スイッチを押すタイミングがずれないように集中だ。スイッチの切り替わるタイミングが絶妙で怖いわ。あれ、足が止まったぞ。ゲームの故障か。ゲームは正常です。二度あることは三度あると言いますが、次こそ成功させます。本当だろうな。もしかしたらまたゲームが故障するかもしれないけど。故障するか。それかドッスンが機嫌を損ねてスイッチを押してくれないか。さりげなく今失敗したような幻覚です。ハローエブリワン、アイムドッスン、アイラブマリオ。こいつ、外国産のドッスンだな。外国産とかあるのかよ。いけいえ、ゴール。やったー、20秒スピランクリアー。アイムマリオ、アイボンプースリープ、シーユーズモロー。ひどい英語だわ。勉強真面目にやろう。扉はあと3つだってよ。え、3つも。あ、ブルーダルズを倒せばムーンはもらえるね。このウサギたちちょうどいいところに来てくれたわ。おとなしくムーンを渡せば逃がしてやるぞ。それ悪役のセリフだ。しし、純白のケーキはいただいたのさ。ボスもケーキを気に入ってくれたし、僕らの仕事はきっちりなのさ。そのせいでこっちはちっこい体とか言われてバカにされてんだ。それはこいつらのせいじゃねえ。いけー、サクッと倒して奪うんだ。いてて、こいつの帽子はノコギリかよ。今だ、高くジャンプして踏みつけろ。あれ、どこだ。ここだー。よっしゃ、あと2発。やったー。一度戦ったことがある相手だから余裕よ。あのケーキ、賞味期限切れ。それなら取り返さないで食わせたらいいね。ピーチが食っちまうかもしれねえぞ。ここでムーンをゲットしたらあと残り2つだよ。
ちょっとここらで熱い温泉に浸かって休まない？休ませねえぞ。この調子でどんどんゲットしていきましょう。ポチッとな。これでゲットかな。よっしゃー、残り一つだぜ。あ、これでおしまいね。サクサクゲットできてよかったな。ってことでこの国とはもうおさらばだね。いやいやいや、まだやることあるでしょ。そうだ、さっさと行くぞ。はーい。あれ、これでおしまいだと思ったのに。別のところにあるムーンをゲットしないといけないようね。何この巨大雲。は、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 見てろ。ちょ、何する気だ。こうしてトゲゾウを残らず猛毒の海に沈めるのさ。とんでもないことをするわね。クッパ軍団に入ればきっと超出世できるよ。今の仕事よりも儲かりそうだな。クッパ軍団に入ろうかな。こいつマジで入ろうとしてんじゃねえか。これで今度こそ全部の扉が開いたでしょ。楽勝だったね。よく言うよ。やったー、これで下に行けるよ。まあとりあえず最初の問題は解決したな。バウンドボールって一体どんなことをやるのかしら。選手が控え室から出てこない。なんだってー、この僕がせっかくレースできるようにしたのに、全く怠け者もいるもんだな。お前にだけは言われたくねえな。どれ、僕が根性叩き直してやろう。人を叩き直す前に自分を叩き直せや。おいお前、ほんと自信ないし代わりにお願い。わかった。全く叩き直してねー。自分が入っちゃったよ。商品はケーキの代わりにグランドムーンだって。け、そんなもの何の役に立つって言うんだ。船のエネルギーだろうが。選手になったんだから優勝しろよな。任せて任せて。走り方わかるの？かん。おい、このレースってこういうものなのか。多分。絶対優勝してやる。もう少しで勝敗が決まるよ。いけー。このまま行けば優勝だぜ。僕がバウンドボールの王者だー。ああ、ちょっと後ろに下がった。よっしゃー。本当に優勝しちゃったわよ。こんな寒い国はさっさとおさらば。まあなんて綺麗な国なのかしら。海の国は炭酸の海が有名なんだって。炭酸の海ってすげえな。火をつけたら爆発するのかな。なんでこいつはこういうことしか考えられねえんだ。機械の水を取り戻せ。機械の水？ああ、このつるっぱげタコ、水飲んでるわ。おそらくこのタコを倒せってことなんだろうな。たこ焼きにしたらうまいだろうな。一体あいつは何なんだ。誠実そうな旅の人、あのひどい様を見てくださいまし。誠実じゃねえぞこいつ。すっかってチュル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 飲まれてグラスの中の機械の水が空っぽなんでし。そもそも機械の水って一体何なの。きっと飲んだら必ず死ぬことを誓う水だわ。なんて恐ろしい水なんだ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。難しいコースはやっぱり遊びごたえがあるぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。